はい、馬場翔吾の作品をご紹介いたします。馬場翔吾は2番の分類、24番で入力難度ゲートによる論理回路という作品タイトルになっております。難度回路、これは NAND、まあ、AND に対する NOT なわけなんですけど、 NOT AND ゲート、まあ、それの記号がこの記号ですね。まあ、これをいろいろ組み合わせることによって256通りの、結果が出るものをやっております。具体的にどういうことか僕も定かではないわけなんですけれども、例えばこれは、XYZ の入力部分から、出てきた出力が、00000になっております。でそれが1番で、あ、0番で、1番は、ここから出てきたものが1番を出力する。でこれ2番は、ここから出てきたものが10、これは、二進法の10は、十進法の2ですから、まあ、第2番、で第3番は二進法の11が出力される。まあそういうふうになっていて、全部最後256番目、それは、255ですので、全部ここのところが11111111になっていると、まあ、そういったものになっております。まあ、そこまでの、全ての組み合わせをこのように、全部出しているといった、まあ、そういった作品になっております。これは、一つ一つの、論理的な組み合わせを、順列組み合わせ的に全部洗い出して出してくる、ある意味、方法主義と称して、やっていた芸術活動が、ございますが、それは私が1997年頃の作風をもとに2000年に始めたものなんですが、まあ、それと似たような、あるいはそのものの、作品の作り方をしております。まあ、ある意味人間感情、人間的な美学みたいなものよりも、こうした機械的に決まってくる、そういった美学に基づいてそれを私が芸術化したと、まあ、そういった意味で2番に分類される作品の典型です。終わりです。